お疲れ様。今月も大変だったわね。何？いつものことだ。それよりも送金の方はよろしく頼む。わかったわ。IBC 経由でいいのね。それにしても、依頼を回してる私がこういうのもなんだけどさ、あなた、もうちょっと仕事を減らした方がいいんじゃない？しずくちゃんだって寂しがってるでしょうね。ごめん。これは言わない約束だったわね。それはそうと、レマン総本部からの連絡がまた来ていたんだよ。いい加減受けてくれる気はないのかって。またそれか。その件に関しては何度も断っているはずだろう。まあ、総本部としてはカシウス・ブライトの代わりを揃えておきたいんでしょうね。あなた、彼の弟弟子なんでしょ。実績だって引けを取らないんだし、いい加減観念したらどうなの。残念だが、彼と俺では役者が違いすぎる。実績にしたところで彼のように国家的な問題を解決したわけではないからな。正直身に余る話さ。国家的な問題っていうなら、レミフェリアの件があるじゃない。最高閣下から勲章ももらったんだし、実績としては十分すぎると思うけど。あの件は本当の意味で解決できたわけではないからな。広告での目は潰したとはいえ、一部の黒幕は取り逃がしたままだ。本来なら勲章など辞退したかったんだが。まったくもう、生真面目すぎるんだから。せめて昇格でもすれば逆に少しは落ち着くんじゃない？今月だけでも100件以上。尋常じゃないわよ、この仕事量は。無理をしているつもりはないさ。列車と飛行船の便数も増えて、自治州外への出張も楽になった。頼もしい助っ人たちも来ることだし、今後は一息つけるだろう。あの子たちか。まあ、確かに期待の大型新人ではあるわね。少なくともあの支援課の坊やたちよりは何倍も頼りになりそうだわ。ごめんください。あら、早速来たみたいね。こっちよ、上がってきて。あ、2階。失礼します。こんにちは、ミシェルさん。アリオスさん？よかった、ちょうどいらっしゃったんですね。ま、偶然だがな。3ヶ月ぶりになるか。2人ともよく来てくれた。ほんと、あなたたちがうちに来てくれるなんてね。これで当分クロスベル支部も安泰だわ。買いかぶりすぎだと思いますけど。ご期待に添えるよう頑張ります。改めまして、声優劇師エステル・ブライト。並びにヨシュア・ブライト。遊劇師協会クロスベル支部に正式に所属させていただきます。遅いな、課長。そろそろ朝のミーティングを始めたいんだけど。さすがに課長抜きで始めるわけにはいかないものね。こんなことなら二度寝すりゃよかったな。そんで昼過ぎに起きてからカジノあたりに遊びに行くと。典型的なダメ人間ですね。遅れたな。課長、おはようございます。おはようございます。早速ミーティングを始めますか？いや、その必要はない。
先ほど本部から連絡があった。今日はお前らに特別任務を引き受けてもらう。特別任務？なんかうさんくさい響きだな。この前のような捜査任務ということですか？残念ながら俺も知らん。まずは警察本部に行ってこい。お前らの客人が待ってるはずだ。またあの嫌味な副局長に呼び出されることになるとはな。一体何の用だってんだ。客が待ってるって言ってたし、ただ嫌味や小言を言うために呼び出したんじゃないと思うけど。どのみち嫌味は聞かされそうな気がしますが。そうね、まあ流しておきましょう。特務支援課所属、バニングス以下4名参りました。はい、入りたまえ。失礼します。あれ、あの制服は警備隊だったかしら。ゲゲ、あら、ご挨拶ね、ランディ・オルランド。何がゲゲなのかしら。いや少し意表をつかれたっていうか。なんだ、知ってるのか。やましいことがありそうな反応ですね。ガハンガハン、君たち敬礼したまえ。こちらは警備隊の副司令を務めておられるソーニャ兄さんだ。警備隊の副司令。失礼しました。ニサというと普通の軍隊では中佐に相当するはずですが、そんなに偉い人なんですか？偉いも何も、実質警備隊のナンバー2だぞ。指揮官としてのカリスマなら間違いなくナンバーワンだけどな。堅苦しくしないでちょうだい。あなたたちが特務支援課ね。あ、はい。本日は自分たち特務支援課に何かお話があるとか。光栄に思うがいい。君たちごとき役立たずの新米をこの場に呼んでやったのだからな。副局長、この場はどうか私に。ですが、わかりました。すべてあなたにお任せしましょう。ありがとうございます。改めてクロスベル警備隊の副司令ソーニャ・ベルツよ。今日はあなたたち特務支援課の力を借りに参上したわ。まずは一通り話を聞いてくれないかしら。魔獣の被害調査。ええ、そうよ。ここ一月余り自治州各地で特定の魔獣被害が相次いでいるの。その調査の手伝いをあなたたちにお願いしたくて。ちょっと待ってください。クロスベル市内ではなく市外での魔獣被害の調査ですか？あら、不服かしら。いえ、そんなことは。その警備隊の方でもすでに調査されているのですよね。その上で私たちが手伝う余地などあるのでしょうか？それが大ありなのよ。普通の魔獣被害というにはどうも不可解なことが多すぎてね。うちの調査だけでは手詰まりになってきているのよ。だから別の視点を入れておきたいってところかしら。別の視点ですか？そう、警備のプロではなく捜査のプロとしての視点をね。その意味では別にあなたたち支援課でなくてもいいんだけど、例えばエリートと名高い捜査一課とか。は山々なんですが、何分忙しい連中でして。はい、とまあ、いろいろ事情が終わりのようだからあなたたちを指名させてもらったの。迷惑だったかしら。いえ、わかりました。
そういう事情があるなら喜んで。それで魔獣被害の調査というと具体的には何をすればいいんでしょう。ノエル、例のものを。はっ。どうぞ。あ、どうも。あれ、この人。どうしましたか。いえ、すみません。どこかで見た気がしたけど、これは警備隊の調査報告書ですね。こちらの調査で判明したことは一通りそれに書かれてあるわ。まずはその調書だけを見て、あなたたちには捜査に入ってほしいの。余計な先入観を与えないためにもね。なるほど。そういうことであれば後ほど拝見させてもらいます。お願いするわね。それでは申し訳ないけど、我々はこれで失礼させてもらうわ。今後は支援課と直接やり取りするから、何か分かったら報告をちょうだい。了解しました。副局長、どうもお邪魔しました。いえ、また遠慮なくどうぞ。どうやら結構馴染めてるみたいじゃない。いやまあ国境監視や演習よりは楽しく過ごさせてもらってますよ。それは結構。私も紹介した会があったわ。ノエル、行くわよ。はい。それでは失礼します。やれやれだぜ。ひょっとして警備隊での上官だったのか。いや、直接の上官じゃないけどな。訓練や軍事演習で何度か指導を受けているんだ。美人なのに怒らせるとめちゃくちゃ怖いんだよな。バンディさんの場合は生活態度が原因なのでは。そうね。なんだか女性問題でいろいろとトラブルを起こしてたらしいし。そういえば副司令に付き添っていた女性隊員も知り合いなのか。いや、見たことのない顔だったな。多分副司令が任されているタングラムモンズメの隊員だろう。おい、そういやお前なんか気にしてたみたいだな。なんだなんだ、ひょっとして一目惚れか。あら、じー、いや、そんなんじゃないってば。ただどこかで見かけたような気がして。おっ、ふん。な、あ、君たちはいつまでくだらない話をしてるのかね。ひょっとしてあれか、セルゲイあたりに言われて私をバカにしに来たのかね。いや、そんな。その、失礼しました。ならばとっとと出てきたまえ。まったく、揃いも揃って私の忠告を無視しよって。それが何を意味するのかは当然分かっているのだろうね。おいおい。まあせいぜい野山で魔獣探しにでも明け暮れるんだな。なんだったら全員そのまま警備隊に移ったらどうかね。あの忌々しいセルゲイと一緒にな。失礼します。ったく、嫌みったらしい野郎だな。耳栓が欲しかったです。まあ今のは私たちにも少しは火があったわけだから、さすがに少し暴言が過ぎると思ったけど。まあいい、目くじら立てても仕方ない。とにかく一旦戻って調書に目を通してみよう。その上で捜査方針を決めて動く必要がありそうだ。そうね。どうやら普通の魔獣被害じゃなさそうだし。不可解なこと一体何なんでしょうか。
これは本当に各地で起きてるのね。ほとんどニュースになっていないみたいだけど。なるほどな。どうやらただの魔獣被害じゃなさそうだぜ。狼型魔獣、クロスベルの固有種でしょうか。さすがにちょっとわからないな。ただ被害の起きた場所でははっきりとした足跡なんかも残されているみたいだ。そういう魔獣がいるのは確実だろう。でも警備隊の捜索では未だに確認されていないのよね。それがちょっと気になるけど。ああ、姿を隠しているんなら相当ずる賢い魔獣みたいだぜ。こりゃ凄腕の狩人かなんかを雇った方がいいんじゃないか。そうですね。私たちが動いたとして何かできるとは思えませんが。ロイド、どうしたの？なんだ、また何かひらめいたのか。ひらめいたってより、捜査という観点からこの魔獣被害を調べるんだったら何がポイントになるかと思ってさ。捜査の観点から魔獣被害を調べる。例えば一連の魔獣被害を事件として捉えたら、この場合犯人は誰になる？そりゃ報告にもある狼型魔獣ってやつだろう。どうやら一匹だけじゃなくて群れで行動してるみたいだな。だったらもう一つ、その犯人のプロフィールと動機についてはどうだろう。そいつは。なるほど、この調書からはそれが見えてこないわけね。なあ、知能が高い魔獣なら普通は人里には近づかないはずだ。飢えているのが動機だとすると病院の被害報告なんかは不可解すぎる。だったらそれらを説明できる何らかの真実があるんじゃないか。確かに理屈ではそうなりますね。そうすると捜査方針は決まったわね。ああ、とにかく被害に遭った場所で関係者から話を聞いてみよう。少なくとも俺たちのやり方でこの調書を保管することくらいは最低限できるはずだ。そうね、少しでも警備隊の役に立てれば無駄にはならないわね。あー、助かったぜ。闇雲に野山を駆け回って魔獣狩りする羽目にならなくてよ。それでロイドさん、聞き込みをするとしてまずはどこから行くんですか？そうだな、まずは最初に被害に遭ったアルモニカ村に行ってみよう。一番被害が具体的だし、少しでも魔獣の特徴をつかんでおいた方が良さそうだ。なるほど、いいかもしれないわね。アルモリカ村は確か町の北東だったわよね。なあ、東口に出て動力バスに乗ればいいはずだ。それと今回は初めての市外活動だ。行った先で何があるかわからない。準備を済ませてから出発しよう。だな。念のため他の支援要請もチェックした方が良さそうですね。しまった。行っちゃったわね。おいおい、そりゃないぜ。動力バスってのはどのくらい出ているんだ？そこそこ数はあるはずだけど。時刻表によると次の便は2時間後みたいですね。そんなに1日に数本しか走ってないってことかよ。困ったな。教授に病院くらいまでは回っておきたいんだけど、かといって他の場所を先に回るってのもな。そうね、捜査方針を立てたばかりだし。だったら歩いていけばいいのでは？え？ティオちゃん？おいおい、マジかよ。地図で確認する限り、ここからアルモリカ村まで歩いて1時間半くらいの距離かと。
次のバスで行った場合、待ち時間も考えたら2時間半はかかるはずです。歩いた方が効率的ではないでしょうか。なるほど、計算ではそうなるわね。確かアルモリカ村の前には田園風景が広がる石畳の道が通っているはずだし、ハイキングがてら行ってみるのも気分がいいかもしれないわね。おいおい、お嬢さんたちあんなこと言ってるぞ。どう考えても街道を歩いたことがないって雰囲気だよな。どうしたの二人とも。いや、街道には魔獣もいるけど、二人とも大丈夫か。それを言われると。でも今までにもジオフロントに何度か潜っているわけだし。それに私はオーバルスタッフのテストをする必要もあります。多少の実践でしたらむしろ望むところですが。わかった、そこまで言うなら歩こうか。ええ、そうしましょう。ちょっとだけ楽しみね。こんなことならお弁当でも作ってくればよかったかしら。確かに。まあお昼前には村に到着できるはずですから、ランチは向こうでいただけばいいかと。二人がへばったら俺たちでフォローしよう。へいへい、了解。分岐点か。確かアルモニカ村はここから北に向かうんだよな。ああ、左に折れて北上すればいいはずだぜ。はあ、これは思った以上に大変だったわね。はあ、ええ、少々計算外でした。魔獣も徘徊してたし、さすがに疲れたみたいだな。やれやれ、ちょっと休んでいくかよ。私はなんとか大丈夫だと思うけど、ティオちゃんの方はどう？一抜けたと言いたいところですけど、提案者は私ですし、なんとか頑張ってみようかと。そうか。ま、我慢できないようだったらお兄さんがおぶってってやるよ。それとも肩車でもしてやろうか。遠慮しておきます。そこまで子供ではありませんので。というより私をおぶってもランディさん的には嬉しくないのでは。そうだな、俺としてはボンキュッボンとした方が。って別に下心で言ってんじゃねえよ。ま、このまま先に進もうか。魔獣への対処もある。焦らず確実に進んでいこう。ティオ、一休みしたければ遠慮なく言ってくれよ。了解です。ここは休憩所みたいだな。休憩所。二人ともそこで少し休んでいこうか。景色も良さそうだし、一息つくにはちょうど良さそうだ。うん、そうね。正直助かります。そんじゃ一休みとするかね。気分ね。そうですね、なんだかこのまま寝てしまいそうな感じです。お疲れ様。それにしても綺麗な田園風景だな。まるでおとぎ話に出てきそうな風景っていうか。そういや、古い建物跡みたいなのがあちこちに点在してんだな。ちょっと珍しい風景だぜ。朽ちた中世の建物跡がそのまま残されているみたいね。確か
この辺りは昔戦場になったという話だけど。戦場ですか？ええ、エレボニアとカルバードのね。ここからすぐ近くに古戦場跡があるとも聞いたわ。古戦場跡？へえ、面白そうじゃねえか。せっかくだからちょっと見に行ってみるか。いや、それはさすがに。ちょっと遠慮したいわね。ランディさん、少し空気を読んでください。なんだなんだ、若いもんがだらしねえな。しかしクロスベル育ちってのはそんなに街から出ないもんなのか？普通街道くらいはたまに出歩いたりするだろう。いや、それが滅多に出ないんだよ。基本的には市内だけでも全てのものが揃っちゃうしな。もともと貿易都市だから自治州内で自給できなくても成り立ってきたのよね。大抵の移動は鉄道か飛行船。最近は車やバスもあるから、自分の足でここまで歩くのは正直久しぶりかもしれないわ。私はクロスベル育ちではありませんが、しばらく財団の研究所にいたので、こんなに歩いたのは久しぶりです。なるほどね、いわゆる文明病ってやつか。その割にはロイドはあんまり疲れてなさそうだな。俺は一応警察学校でサバイバル訓練を受けてるから、そういうランディこそ元警備隊なだけはあるみたいだな。汗一つかいてなさそうだけど。歩き回るのは慣れてるからな。おっと、戻ってきたみたいだぜ。クロスベル市に戻るバスね。一瞬手を挙げて乗せてもらえそうになりました。姉に乗ったらせっかくここまで歩いた甲斐がないってば。とにかくもう一頑張りだ。多分ここから村まではもうそんなに歩かないと思う。え、そうね。はあ、了解です。よし、そんじゃあ行くとすっか。